抜群の味付けなのにつけ麺自体まるで邪魔していないなのに存在感があるんですってねでその辺りになったらだんだん僕も引き込まれてるわけですよその食レポに。 ジェイコムねケーブルテレビで「ねずッち散歩っていう番組を長年やってるんですけどね街ブラの番組なんですけどもう1年以上、えー、リモートでやってるんですよもう街ブラができないっていうことで、えー、でまあ僕はあ足立区の綾瀬ってとこにその番組の制作会社の事務所があるからそこに行って撮るんですねでアシスタントやってるレナテンと女の子は、えー、自宅からズームでこうつないでやるんですよで今、ね、で取材先と、まあ、まあ3つ3画面でまあこう実際収録の時はやってるんですけど で,リモートでもででできるはできるるはんですよで例えばある会社でうちはこんな商品を取り扱ってますよとかいう説明は会社の人がやってくれればいいじゃないですかでこんな取り組みしてますっていうのはまあ普通にやり取りできるんですけど困るのが飲食店なんですよ。 ね、あの普通だったら飲食店行ってその場で作ってもらったものとかを僕らが食べて食レポするじゃないですかでもリモートでそれをやるとなると、ね、そのののお店の人が自自分分ででで作ったものを食食べて食レポすするんですねこれどういうことかっつったらあの自,画自賛しななきゃいけないけんですよ結構恥ずかしがるんですよみんな。ね照れるというかでちょっとこうみんな口ごもって「まあ,あの美味しいと思います」ぐらいの感じなんですね。 で先月またその収録があった時に、えー、北千住につけ麺真田さんっていう店があるんですけどそこのご主人と若女将がねこう出てくれてリモートでですごかったのがこの若女将がショックレポをしたんですけど一切の照れがなかったんですよ。 完璧な食デポをしたんですね最初若おかみがこう携帯回して旦那さんが作るところをこう取ってね解説なんか入れながらで出来上がったのを今度旦那さんが若おかみが食べるところをこう取っているんですけど若おかみが「じゃあそれでは早速こちらのつけ麺をいただきたいと思います」えー、まずは何っつ,つって麺だけ食べるんですよ。で 噛めば噛むほど小麦のいい香りが口の中に広がって、鼻から抜けていきます。ね。何もつけなくても十分美味しい麺ですっていうね。おなかなかいい入りするなって、ちょっと見てて思って、続いてはチャーシューに行ってみましょう。うちのチャーシューはですね、鶏の胸肉を使ったのと、豚の肩ロース、2種類あるんですね、つって。で、こう食べながら。でね、胸肉というと皆さん、 パサついてるというイメージがあると思います。ところが不思議なんですね。うちのこの胸肉のチャーシューしっとりしてるんです。ご主人の丁寧な仕事ぶりがわかる一品となっております。ですね。何の手でもなく自分の旦那のことこんな褒めるみたいな感じになって。 さあ続いてはこちら自慢のメンマメンンママを食べてみたいいと思います私ねこのメンマに出会うまでメンマというのは食べる価値がないものだと思ってましたところがこのメンマはどうでしょうね抜群の味付けなのにつけ麺自体まるで邪魔していないなのに存在感があるんですってねでその辺りになったらだんだん僕も引き込まれてるわけですよその食レポにこの人うまいなと思って。 で実際につけ麺をねいろいろスープにつけて食べてみますってこう食べて皆さん濃厚スープととといいいうのは聞いたことがあると思いますえでもうちのお店のスープは中濃スープななんですねなんて言うんでしょうかあっさりとした中にしっかりとしたコクがあるこれを実現するのが実に大変なのにうちの主人はそれを完成させてるんです皆さん本当に美味しい恐るべき味ですって言ったんですよ。ね うわこの人すげえもうその時僕の気持ちは食いたいしかもない今すぐ食いたいしかもなくてで全部の収録が終わった後もうそのままつけ麺真田に僕直行したんですね <laughs> 我慢できなくてでほら撮ってんのが綾瀬だから北千住隣なんですよだからすぐ行けるじゃないですかでもうもうダッシュで行ったんです俺本当にもう食べたくて食べたくて。 で行ったらご主人と若おかみが「え来たんですか?」って超驚いてて「いやあんな食レポ見たら食わずにはいられませんよ」って言って食べたらまあ美味しい。 本当に食レポ通りの味だから皆さんあの本当ねこれ全然おべっかでも何でもなく北千住行ったら真田さん一回行ってみるといいかもしれない本当にめちゃくちゃ美味しいからもうね文句なくうまいですからねでその時に店行った時にご主人とちょっと喋っててご主人がもともと六輪車っていうつけ麺の名店で店長をやってたって言うんですよ。 で僕の後輩で元マジシャンにあの和田ギタロっていうのがいたんですけどこのギタロ君くんがマジシャン辞めた後あの6輪車で働いてる多分今も働いてるんですけどでその時ご主人に「和田ギタロって知ってます?」って言ったら「ギタロ一緒に働いてましたよ」っつって「何な,ならギタロこの店にもちょくちょく来ますよ」って話で盛り上がって。 でががね前ね前、えー、僕がああ、まあ、マジシャンの頃は仲良かったんでですよで一緒に酒飲んだりとか年も近くてでやめてからちょっと連絡取んなくなってである日新幹線で東京駅から地方行く時にあ時間があるなと思ってで朝つけ麺ってやってんですよ六輪車って。で東京駅に店あるからあそこ行こうと思って行ったら「根津さん」って言われてパッて見たらギタロウがいるんですね。 何やってんの僕ここで働いてるんです」っつって「そうなんだーで」でちょっと懐かしいなーなんてやっててであのつけ麺が出てきたらね恐ろしい量のチャーシューが入ってるんですよ。ねですか、ね、すごい量が入ってんのえっと思ってギタロウを見たら「ね、<laughs> 今じゃない」と思ってね。<laughs> でまあまあ、つけ麺食べて「そんなのがあったんですよ」ってご主人とこう喋っててそしたらご主人が「ギタロウってマジシャンだったんですか?」って言うんですよ「え聞いてないんですか?」って「あいつ一言もそんなこと言ってません」って言って「いや知らなかったです」っあっ隠したかったのかね?」なんて話したら急にご主人が「あそういえば」って言い出して「どうしたんですか?」って言ったら「ギタロウと何度か一緒にキャバクラ行ったんですけどキャバクラ行くと必ずあいつマジックやってました」って言うんですよ。<laughs> 安いいなあいつっつって 安くないっすかだってやめたとはいえ元プロのマジシャンがキャバクラで芸を披露するかねと思ってあいつしょうもないねって話で終わったんですね。でこの間藤井さんっすすね藤井さんんんと二人会やったたですよで、でよ本番前にその話を僕がしどうもっつって元プロがさキャバクラで芸やってさって話したら藤井さんが「あのねずっちねすげえ言いづらいんだけど俺キャバクラ行くと毎回やってる」って言うんですよ。<laughs> あんたもやるのかいっつって現役バリバリがっつって「でいや違うんだよねずっちさあの口からトランプ出すとさキャバ嬢を喜ぶんだよね」っつって <laughs> 一番藤井さんの中でポピュラーなやつやっちゃってると思いながらねほんとにマジシャンのその修正もねつけ麺もどっちも麺食らったっていうねまあただ考えてみたら僕もキャバクラで何度か謎かけやったことあったなーと思ってね <laughs> ええー すげえキャバ嬢が盛り上げてくれるの「うまい」とか「天才」とか言われてねあの超気分良かった <laughs> <laughs> 本当にねえったりね男っつらは駄目だなと思いますけどね。